皆さんこんばんは。えー、本日は1月2日です。えー、今年もよろしくお願いいたします。えー、実はですね、えー、大晦日、12月31日、昼前ぐらいだったでしょうか。えー、この、ティグアの車内清掃ですよね。これをちょっとしようと、えー、少し車庫から出すためにエンジンを、えー、 かけた時に警告灯がアクティィブイインフォーディスプレイに出ましたで、これをちょっと原因をマニュアルを見ないとちょっとわからないようなエラーだったので調べますと、冷却水を確認してくださいという、えー、ものでして、で、一度、まあ切ってですね、で、えー、もう一度あの、えー、エンジンをかけてみました。で、その結果、二、えー、度目の起動時には警告表示がされずに、 まあ、てっきり、えー、たまたまそういったものがあったのかなということで、まあ、年始、ディーラーさんが空いた時に、えー、調査してもらおうと思って、えー、まあ、ただ、まあ、念のため冷却水ですから、ボンネット開けてみようということで、ボンネット開けますと、冷却水が非常に減っていました。えー、このこう、えーと、車を、えーと、新車で購入して、えー、約4ヶ月半ぐらいですかね。 ま、それでですね、えっ、ー、と、冷却水がこれだけ減ってるのは非常におかしいなということで、あの、対応をですね、えー、っと、まあ、いつもお世話になっているディーラーの営業の方と、あとは、えっ、ー、と、並行して、えー、ホームページで妻が調べてもらったので、カスタマーサービスとエマージェンシーサービスですかね。この校舎2つは、えー、いずれも24時間対応してくださってる電話番号があるので、えー、そちらの方に、えー、確認することにしました。 で、なお、ええー、まあ、そういったこともある、ある,あるので、少しあの、車をエンジンかけ直す必要があったりもしたので、まあ、その辺も確認したんですけど、えっ、ー、と、三度目、合計4回ですかね。 合計4回エンジンを起動しました。1度目が警告灯が出て、2度目が正常だったってことですよね。3度目、4度目も実は正常に特に警告表示はされなかったんですけども、もちろん冷却水のレベルは非常に下がっている状態が、まあ、続いているということです。カスタマーサービスさんの方も、まあ、応急対処の方法として、まあ、水道水を入れてくださいということだったんですけど、まあ、私もあの、新車で買って、 でかなり減っているので、ここでまみ、あの、えっ、ー、と、水道水を入れて、本当にいいのかどうか。かなり、あの、えっ、ー、と、水の成分が増えてしまうので、車エンジンの方に調子が良くないんじゃないかなということをちょっと質問をしまして、えー、いろいろ相談して、今度はやはり次にエマージェンシーサービスの方に電話をしました。 で、そこでも、あの、最初の、えっと、ご提案は、水道水を入れてくださいということだったんですけども、まあ、私の方がちょっと不安でですね、えー、一度そのエマージェンシーの、ま、レッカーの方でもいいので、ちょっと見ていただいて、えー、このレベルの時に、まあ、えっと、冷却水の、えっと、水路が、冷却水のレベルが非常に低い時に、ここまで低い時に水道水を入れていいのかどうかっていう相談をちょっとしたかったので、え、レッカーを呼んで、えー、見ていただくことにしました。 えー、やはり、えー、まあ、新車で買ってま、間もないし、特にあのー、まあ、冷却水漏れもすぐに分かるようなものはなかったんですけど、漏れた箇所は分からなかったんですけども、まあ、とりあえず、えー、安全のために、これはすぐに、えーえー、ディーラーの方に見てもらった方がいいでしょうと。ディーラーの方に、きちんと調査してもらって、調べてもらって、えー、適切な処置をしていただいた方がいいということで、えー、帰っていただきました。 その報告を受けたエバージェンシーサービスの方からですね。まあ、ちょうど今年末ですので、1月4日に、ディーラーが、えー、オープンするまでの間、まあ、台車を手配してくださるということになりました。で、今実はこのカメラのちょっと奥側に、車をですね、ベンダーからちょっと借りてるやつ置いてはいるんですけども、えー、まあ、こういうふうに、えー、まあ、年末でですね、 まあ、実際、三ヶ日、ちょっと全く車を動かせないかなという不安はあったんですけども、えー、まあ、すぐに、フォルクスワーゲンジャパンさんですかね、24時間対応してくださってるエマージェンシーサービスのおかげで、えー、今のところですね、まあ、車のある生活は続けられているというところです。で、まあ、今後このティグアについてなんですけども、1月4日ですね、午前中の間に劣化で、 えー、ディーラーの方に運んでいただくことになっています。で、その後、えー、この、レンタカーの方は4日の夕,、えー、夕方ですね、夕方に返却する必要があるんですけども、まあ、それまでの間、えー、きちんとですね、まずはディーラーの方に預けて、えー、原因をまず見てもらおうかなと思っています。まあ、自分の希望としては、冷却水をきちんとまず、えー、純正なものをきちんと入れていただくことがマストでなんですけども、えー、どうしてこういった、 冷却水の量が劇的に減っているのかというところですね。もちろんあの、私の方で冷却水を、まあ普段からね、水量をチェックする必要があったとは思うんですけど、29日に外回りの、えー、と洗車をした時に、ボンネットを開けて、ボンネット周りも実はきれいにしたんですで。その時に冷却水のレベルをきちんと確認したことはないんですけど、 あの時にやはり今後ですね、冷却、ボンネット開けて、定期的に開けて、それぞれの冷却水ですとか、ォーターですね、ォッシャーのレベルとか、そういったものは確認する必要があるのかなというふうに、ちょっと反省はしてはいるんですけれども。で、もう一つは、まあ、どのレベルまで冷却水が減ると警告灯がつくのかというところですかね。今回はたまたま一度目のエンジン始動の段階で警告表示が出ました。 その後2回目、3回目、4回目と、あと3回については全く特に警告表示がされなかったものですから、そこがちょっとあの不安でしたね。まあここはちょっとサービスの方に聞いて、どういったとこことになったら検出するのかっていう、どこまで下がったら検出するのかっていうのは一般的な話も聞こうかなというふうに思っています。ですので、現時点ではまだ解決までは至ってないんですけども、 あの、私ちょっと今回初めてそのエマージェンシーサービスを使って、フォルクスワーゲンジャパンさんの、まあ、基本的なサービスですよね、えー、が受けられたのが非常に助かりました。はい。今のところ非常に、えっ、ー、と、満足しています。えー、これ4日以降ですね、えーこ、まあ、結果どうなりましたかっていう報告も、えー、行わせていただきたいなと思っています。もし、あの、えー、フォルクスワーゲンオーナーさんの方で、 えー、同じような、ちょっと冷却水漏れ、あるいは冷却水の警告灯がついた方がいらっしゃいましたら、えー、その時どうだったのかとかを、えー、と共有してくださいますと,、えー、と助かります。まあ、せっかくフォルクスワーゲンの車を乗ってるので、そのフォルクスワーゲンのパフォーマンスを最大限自分たちが享受できるように皆さんに提供しつつ、皆さんからも情報をいただきたいなというふうに思っています。もしあの、こうあの、この、えー、情報の続報を 期待されているのでありましたら、よろしければチャンネル登録の方、あまた、えー、動画作成の時の励みにもなりますので、いいねボタンの方をよろしくお願いいたします。では、本日はこれで失礼いたします。